戻ってきたかな。戻ってきたかな。ありゃ。17周年記念公演当たったよって、サラに会えるって、え、嬉しいって叫んじゃった。めっちゃ嬉しい。みなっぴー、ありがとう。会えるね、嬉しい。みんなテロップかけた？見えた？見えてるかな、見えてるかな。今ただいまカレンダーと福袋予約受付中なので、よかったらぜひゲットしてください。空のカレンダーで毎日幸せに過ごそうね。こんばんは、こんばんは。今日は11時までの配信にしようかなって思ってます。配信終わったらお風呂に入ります。旦那を初めて連れていく。え、旦那さん素敵、嬉しい。旦那さんいるんですね、嬉しい、素敵。楽しんで帰って、うちは持っていくね。うん、上がる、気分上がる、嬉しい、ありがとう。探すね。ねえ、クロアチアねえ惜しかったよね、本当に。でもめちゃくちゃパワーいただきました。うん、キャンセル待ち、ドキ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 やね。当ててね、当ててね。うん、ねえ、もう東京寒すぎるよ。めっちゃめっちゃ寒い寒い。みんなのとこも寒い？もう今日も寒かったよ、めっちゃ寒かった。信じられんくらい寒いし、信じられんくらい日が暮れるのが早い。うん、ねえ、このユーカリマジで好き、めっちゃ好き、かわいい、デコ出し好きだわ。寒いよね東京ね。楽しみすぎてワクワク、会えるのワクワク。何がつらみね、そう、前髪なしユーカリめっちゃ可愛くない？可愛いって好きって、あの、私は送りました。好きって好きって送った。うれちって返ってきた。かわいい、まあ、好き、めっちゃ好き。このユーカリめっちゃ好き、うん、ピンクのやつ着てるやつ、そう、めっちゃかわいい。そう、お姉さん、ね、お姉さんになってみた。そう、めっちゃかわいい。そう、お姉さんになってみた、可愛すぎる。
ねえ、ユーカリのさ、写真集まだ見れてないんですよね。そういうのも欲しいんですけど、どこに売ってるんですか？欲しい、ユーカリの写真集欲しいですね。見たい。また雑誌に載るのかなって、どうやろうね、楽しみ。このユーカリめっちゃ可愛い、珍しい。いつも確かに前髪あるもんね。高いけど一冊買ったよって、高いんやん。いいね、ユーカリをいっぱい見つめてください。ニキビひどいことになっとるわって、皮膚科。なになになに、皮膚科行って直すってこと？ユーカリにもらいましょう。そうですね、サイン付きでユーカリちょうだい。ユーカリに届け。誰かユカリに言っといて。そう、ずっと思ってた、写真集欲しいって思って。どこに売ってるんですか？そのもう私会行けばよかった。どこでやったっちゃろ、お渡し会。そもそも、あ、なんかさ、お渡し会、待って、違う、誕生日イベントか。あれはなんかがオンラインお渡し会とかぶっちゃったとよね。そう、お誕生日か。サイン入りのやつお渡し会でもらえたからしまってある。おお、本屋に売って、本屋さんにあると、すごいすごいすごい。ネットとかじゃなくてね。あー、秋葉であったっちゃ、すごい。写真集、みんなもじゃあサードのこといっぱい写真撮って写真集作ってください。うん、でも撮る機会がね、めったにないよね、大きいコンサートとかじゃないと。大きいコンサートは、大きいコンサートこそないか。エイトが多かったのか。でも写真撮って OK みたいな時間。ん？スクショタイムじゃなくて、写真タイム。写真、ん？撮影コーナー。懐かしい。うん。そう、写真集。作ってください、皆さん。こんばんは。たんたん、戸郷選手の年俸いくら？撮影可能コーナー、撮影可能コーナー、うん、それそれ。ねえ、そういえばね、今日お昼にね、お昼かな、うん、お昼ぐらいだね、夕方、お昼だ、お昼、お昼くらいに、お昼だ、お昼にね、ネイル落としたのよ。そう、落としたからネイル塗りたいっちゃけど、ネイル塗りたいけどさ、迷うな。ネイル塗りたいけどめっちゃ迷う。今からネイルを塗るか、今からネイル塗るか、明日塗るか。今日も今塗っちゃった方がいいから。あ、待って、ふぅ、マジかー、マジか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 、降りた瞬間ちゃちゃ、マジか、マジか。いや、こんなことしてる場合じゃない、本気でマジか、本気でマジかが起きた。ちょっと待って、トップコートっていうか下地、ネイルの下地忘れてきた、お家に。完全に忘れた、どうしよう。でもなくてもいいか、別に。でもなくてもいいよね、最悪。あー、ショックだな、めっちゃショックやな。
に行こうってちょっと取りに行っても4時間ぐらいかかるわ。飛行機乗らんというか、作ったらサイン書いてくれる。もちろん写真集作ってください皆さん。急いで取りに帰る。もちょっともうみんなおうち宮崎県遠いって。どうしよう、マジか。じゃあめっちゃすぐ落ちちゃうねこれ。もうめっちゃショック、なんかショック、気分下がった、気分下がった。もちろんってサインする機会ないやんって。なんか私物サイン会だとかないんですかね。あったらいいんですけど。ショックないやん。待って、本気でショック。どうしよう、どうしたらいいと思う。みんな買いに行ったらいいや。もうめんどくさい。フリーって何？私物サイン会やりたいね。ねえ待って、ちょっとどうしよう。ないとダメなものなの。落ちやすくなるというね、ネイルが。だからもしかしたら今日塗っても明日落ちるかもしれない。わからん、わからん。明日は落ちんかもしれんけど、いや明後日まで持たせんといかんかな。塗り替えるのめんどくさいやん。明日塗れば一番間違いないけど、今日塗っちゃいたいじゃん。見事にこれしか持ってきてない。気分下がった、テンション下がった、安全に下がった。まあ塗るしかないよね。塗ります。ちょっと待ってください。どんな衣装やったっけな。どんな衣装やったかな。あよ、どっちが合うかな。ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。どっちが合うかな。テレレン、テレレン、テレレン。ジンキャイ。あ、これはこっちかな。こっちにしますか。あ、今日塗って落ちたらまた考えれば。そうしようか。じゃあ塗るよ。わかった。塗る。ちょっと待って。何色があるの？白黒。ねえちょっと。オレンジかピンク。今日の朝まで、昼まではオレンジ。つけてたっちゃけど。オレンジがめっちゃハゲてきたので落としたんですよね。ちょっと待ってね。落としきれてなかったところを頑張ってこれで落とすというね。じゃあ分かった。今日の配信はオレンジ可愛いがね。そうオレンジがいいんですけど、衣装的に多分こっちかなって思うのでこっち塗ろうかなって思ってます。でもこっち
口塗りたいね。口塗りたいね。こっち塗りたいね。待って、でも多分こっちの方が合うと思うけどね、多分ね。まあでもさ、ネイルってさ、なんか前にね、ネイルサロン行った時にね、なんか色でね、オレンジとピンクでいつも迷っちゃうけど、大体サロンはで、オレンジとピンクどっちがいいと思いますかって。でもなんかちょっといろんな、いろんな色の洋服は衣装なんですけど、いろんな色の、あの衣装を着ることがあるので、なんか何にでも合う色が良くてって相談したら、なんか、あ、じゃあピンクがいいと思いますが、私的にあの爪の面積は狭いので、体の中ですごく狭いので、何色でもいいかと思いますって言われたことある。確かにね、確かにって思って。衣装のことはいいよ、オレンジにしなってめっちゃ面白い。オレンジでいいかな、オレンジでいいと思うねえ。でもまあオレンジか、そうね、オレンジ塗りたいんですよね、さん的にはね、本当はね。待って、でもさ、これどっちの衣装かな。オレンジ塗りたいけどな、オレンジよりも。でもどっちなのかな、どっちでもいい。いや、オレンジに本当は塗りたかったってよ。でもこっちかなって思って。でも待って、こっちさ、塗り直すってなったら無理かも、足りんかも。まあその時はその時だよね。え、塗りたいの方が気分は上がるよ、こっちの方が上がるきっと。とりあえず今から塗ります、塗ります、こっちにします。ではもう忘れちゃったので、このまま直塗りしていきますね。なんかさ、爪が剥げるのは何？何事？ちょっと塗りますね。あ、ちょうど乾いて終われるかな。塗りまーす。お布団に色移りはしないです、なんか変な感じ、そのまま塗るの。こんな感じになるんや。やっぱトップコートっていうかあれ必要よね。ふわふわふわ。ん？待って。もうなんかさ、これ明日買いに行こうかな。もしかしたら中身が入ってない方を持ってきたかもしれない。これ全く同じのが家にあるんですよね。出てきたよー。明日塗った方がいい気がしてきた。とりあえず塗れるとこまで塗りましょう。足りますように。そう、なんか持ってくるもの間違えたわ、完全に。こう同じ色をね持っちゃってさ、福袋の早期予約限定抽選は明日の購入限定、明日までの購入限定、ありがとう教えてくれて皆さん、明日までにぜひゲットしてください。
天の抽選、皆さんね、普通に買うよりは特典抽選あった方が嬉しいやろ。やっちまったかも。そのままやっちまいました。どう？見える？爪ってもともとさ、爪ってもともとピンクいからさ、あんま分からんよねきっと。うちは何見てると、え、爪あ、なんか本田翼さんのやつ。あ、こうしちゃえば明るくない？爪の色塗ったよ。どう？ピンクい。少し遅れました。うん、ありがとう、来てくれて。ピンクになったの分かるかな？分かる？分かるかな？これで分かるよね。分かるね。あ、全然違うね、やっぱ。やっぱ違うわ。やっぱ違うね。ってことで続きを塗りたいと思います。あ、嫌な音、ごめんね。そういうのも嫌な音、これは完全に。あ、これ何かに置きたいな。しょうがないな。よし、え、やっぱ滑んないよな。やっぱ下地って大事なんですね。下地の大切さを学んでます今。そういう配信です。よし、下地って大事なんですね。あ、でも指によってはね、塗りやすい指もあるよ、下地なくても。ツーショット、あ、ツーショットとかあるっちゃ。みんなぜひやってて。ツーショット、え、すごくない？それすごいね。そのツーショットっていつ撮るんやろ。オンライン話し会かな。え、でも福袋ってツーショットってさ、どういうこと？何事も基本が大切ですからね。わさっぴさんに言われてしまった。下地が大事。そう、深い話、イエーイ。最近深い話ないね。あれな、終わったっけ？あれ、あの番組って終わったんですっけ？深い話たった一分で人生変わるそんな瞬間。あ、公演後に撮る。え、あ、そういうこと？すごい。え、公演後に？それ上がるね、めっちゃ。めっちゃ上がるね、それ。あ、じゃあ公演に招待してくれるってこと？招待されるってこと？当たった方。そういうことでもない？これ。汗かいてるのにって。
メンバーがね、汗かいてますよ、そりゃ公演後だもん。汗かくさ、びしょびしょだね。でも確かにびしょびしょだよ。やばい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 、やばいよ。やだな。これは一回塗りで諦めた方がいいのか。あ、招待はしてくれない。じゃあ当てたかったってことね。これでいい？やっぱ下地って大事です、皆さん。下地って大事やわ。よくわかった。買いに行きたい、買いに行きたい。このネイルちゃん、このネイル結構どこにでも売ってるんですよね。下地大事。けどその前に、そもそもこの中にネイルがあんまり入っちゃらんから、あれですね、それが悪い。やっぱこっち塗ればよかった。たっぷりある、たっぷりある。ピンク好きですか？ピンクめっちゃ好き、ピンクめっちゃ好き。下地大事だわこれ。やっぱえ、でも小指と親指めっちゃ上手やから、あ、あー待って、あのね、こことここの指以外は全部上手。こっちは、こっちは微妙。ペンキ塗りも下地が重要ですから。え、そうやっちゃう。じゃあ大事ですね、下地って。下地が欲しい、今欲しいもの下地です。下地って大事なんだな。落ちないかな。落としてみよう。あ、待って、これまだ落ちるわ。え、マジか。え、マジか。落ちた。まさかの。めっちゃ痛い。何これ、痛いよ、痛いよ、めっちゃ痛い。やらかした。たった今そのままやらかしました。やっぱあれですね、除光液で落とすもんですね、こういうものは。除光液あるっちゃけどさ、除光液さすがにあの洗面台でしなきゃあの臭いので。なんか痛い。この中塗っていいかな。ち
きどこ外したっけ。あ、ここか、こことここね。外れちゃった。当てて欲しかった。直接塗ったのが間違いやったって。そもそもね、この中にネイルが少ないのが原因ですね、きっと。ちょっと一回、俺も落ちたって。みんな落ちてるやん。当ててよみんな。まあ倍率高いもんね。嫌な音。みんな耳を塞ぐのだ。もうめっちゃ嫌だこの音。本当に嫌い、大嫌い。わかる、このキュ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 っていう音、大嫌いなんですよ。うまくいきませんね。少し水入れて薄めたの。なんでよ、出遅れたって。ヤッホー、サナが気づいてもらえるように目立つうちわに作り直すの。嬉しい、ありがとう。もうド派手なうちわ作っちゃって作っちゃってとか言って、ありがとう、嬉しいよ。全力で探す。いやー、もうショック。助けてみんな。うまくいかないよ、うまくいかないよ。ちょっとこの指は明日塗った方がいいかもね。いや、今だ。何？カレンダー頼もうとして作ったんだけど、謝礼が間に合わなくて買えないかも。ピュン。カレンダー？カレンダーはね、でも9日まで行けるよ。多分予約。再チャレンジ。お願い、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 お願い。こういうのね、勢いよくね、勢いよく塗るんだよね。これは汚い。取りましょう、やっぱり。やっぱり、今夜は。ネイル、諦めましょう。ネイル諦めるわみんな。今日は明日ネイル探してくるね、帰り。そんなとこあるかな。でも
諦めちゃった。うちは何色なら気づくかなって。うちは目立つ色、オレンジとかは、オレンジかその色とか。あ、でもオレンジとかね、いいよね。でもこの指がさ、本当にダメだった。ティッシュにネイル落としつけてる？ティッシュにネイル落とし、ティッシュにネイル落とし、あ、違う、あのね、コットン、コットンでやる。うん、普段からネイルしてるの。うん、普段からネイルしますよ。オレンジで作ってみる。オレンジ、うん、これはあの、なんだっけ、この指はあのうまく塗れんやったから、あ、なんだっけ、ウェットティッシュ、ウェットティッシュで外した、無理やり。でもこの通り、ちょっとさ、この指って見せ方難しいやん。ピンクいんですまだ。サーモンだけに持ってるうちは青です。嬉しい。ちょっとみんなうまくピースができません、今ネイル塗ってるので。もう乾いたかな、乾いたかな。乾いたかな。あ、乾いてるわ。よしこんな感じになるんや。やっぱカピカピになるわ。カピカピ。え、爪かわいい。初めて言われた。サーノンの好きな爪はちなみにこの指なんですよね。ちょっとこっちも乾いたかな。乾くの早いかも。もう乾いちゃっから、ちょっと一回手洗ってきていい？ごめん、みんなちょっと、うん、お手洗ってくる。うん、行ってきます。みんなちょっと待ってて、除光液でここ外してくるわ。めちゃ臭いんだけど、めちゃ臭い、めちゃ臭いので、今除光液、ちょっと待って、もう一回手洗わせて。めちゃ臭いこれ、無理、耐えれない。ちょっと待っててね。よいしょ、
生きているんだ友達なんだ。よし帰ってきた。これ初めての番あるかもね。番ないよみんな、みんなないよ番。旅行駅で落としてきたべ。めちゃくちゃ落ちて歩いた。待ち比べれた？ごめんね、ごめんね。そうなの、今からリベンジネイルするからさ、見届けて。あ、意外といい、意外といいねこれ。ちょっとあと一本濡らしてじゃん。頑張るからね、みんな頑張るからさ、待っててよ。これでいいか。私も明日ネイルしようから、ピンクちゃんにしよう。これお揃いにしようじゃん。うん。チョコ液で違うよ。旅行行きね、この指を落として、あの、いてててそう。この指可愛くない？あー、この指ってむ見せ方難しいんですよね。臭い。あー、お部屋が臭い、どうしよう。ネイルどこのブランドのやつ？どこでも売ってるやつ。これネイルフォリック、ネイルフォリックのね、270番。みんなぜひお揃いにしよう。母乳の色これなんですけど、なんかずっと母乳って書いてあるんですよね、売り場に。シヌル、お願い、お願い、いい子にして。やっぱうまくいかないな。なんで？なんでなん？なんでなん？許されん、これは。まあでもしょうがないか。どうですか？ちょっとぐらい？わかんない、この指が変なの。なんとなくわかるかな。かわいい？うれち。これもう乾いたか、お風呂入れるわ。この指、こ、ね、この指めっちゃうまい塗り方。うん、あ、小指もめっちゃうまいわ。これでいいよ。いいいいいい。上等。オッケー。なんかお指かわいい。お指？かわいい？照れるな。いや違う、トップコートをね忘れたんよ、お家に。完全に忘れたのです。昨日お家出る前に急いでネイルを準備したの。
そうで見事に忘れてきちゃった。かわいいですね。いい感じ、いい感じですか。じゃあ、ピンクにラメ、ピンクのラメのネイルが貼ってある女の子を見つけてください、劇場で。はい、よし、こんな感じでね、今日はねネイル配信でしたよ皆さん。それではね、おランキングをね読んでいきたいと思います。ネイル、ああなんでこの指はうまく塗れないのか。やっぱトップ、下地って大事ですよ皆さん。下地、ネイルの下地は大事ですよ。下地大事だということをすごく学びました今日。気合入ってるやろ、やろ。職場に長期なんちゃるす、長期休暇そういう人が出てしまい、2月くらいまで遠征できないか。2月、待って、2月か、そっか2月か、長いな。コメント読まれない、待って、どれ、ちょっと待って、これが、スケブニ大好き、書いて書いて書いて、ぜひ。今日の格言、人生は下地から。そういうことです皆さん、ネイルは、いえ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 、そんなこと言ってません。人生は下地から大事ですよ皆さん。そんな立派な話したっけ。はい、下地大事なので皆さん、何事も下地を大事にしてください。このようにねなっちゃうので。周年公演行けないから早く逆上がり出てほしいとか思ったりね。出たい出たい出たい。のんちゃんのうちはレイアウト考えよう、嬉しい、ぜひ。はい、そういえばや、それではランキングを読んでいきたいと思います。はい、13位はタカさん、ありがとうございます。12位はYKYK アットマークリラッチュさん、ありがとうございます。11位は白猫テンティトゥーさん、ありがとうございます。10位はさかなさん、ありがとうございます。ギョギョ。9位は宮崎のおじちゃんアットマークカレーのおじちゃん、ありがとうございます。8位はピンクのくまさん、ありがとうございます。7位はあれ、ピンクかみょうさん、ありがとうございます。ピンクピンクすごい。6位はショートさん、ありがとうございます。5位はイングウェイさん、ありがとうございます。4位はコウヘイさん、ありがとうございます。3位はミナッピーアットマークソラノ、ありがとう。2位はナアットマークソラノ姫が1番、ありがとう。そして1位はワサップさんでした、ありがとうございます。はーい、ギョギョ、さかなクンだったから、うん。下地より先に忘れ物チェック、痛いところを疲れてしまいました。時間なかったからね、朝早かったから。というわけで皆さん、今日も見てくださって応援してくださってありがとうございました。それでは皆さん、明日もレッスン頑張ります、頑張ります、レッスン。皆さん応援しててください。サーノンは今からもう一回これを塗ってみたいと思いますね。はい、それでは皆さん、そう、明日レッスンある、そう、明日はエイトのレッスンと投資とかもあるのかな、そうか、
そう、エイトのレッスン。エイトのレッスンかな、多分。お、リューチェルさんだ。サノちゃんが頑張るから、ウラも頑張る、頑張ろう。というわけで皆さん、今日も見てくださってありがとうございました。せーの、そ、待って、じゃんけんがさ、うまくできんけど。そらのじゃんけん、じゃんけん、ほい。今日はグーです。変なグーでごめんなさい。皆さん、ゆっくり休んでくださいね。サノは今から。何指これ。お兄ちゃん指。薬指と戦ってきます。それではおやすみなさい。みんなありがとう。